ラピュタ。はい、おはようございます。7月17日月曜日祝日です。今ね、日照峠の8合目9合目になったけど、入ってます。で、今日はね、夜恵庭に寄って、ちょっと一杯会がありますので、そちらの方に行きたいと思います。今日の天気はね、こんな感じです。理由もなく夕張に来たんですけど、せっかくなんで墓参りでもしていこうかなと。ひいじいさんが炭鉱で死んでまして、遺体は上がってません。墓参りでした。事故がね、大正9年、102年前かな。ついでなんでね、ちょっと夕張市街地を見ていこうかなと思います。はい、夕張でした。なんかね、ちょっと悪いとこばっかり映しちゃったんだけど、まだまだね、営業してるお店も見るところもいっぱいあるんで、夕張ぜひ行ってみてください。はい、到着。おい、ホテルナビしろ。どこのホテルだよ。知らねえよ。危なかったね。あと2時間早かった。やっなぜかいたな。いつまでか言えよ。もういいよ。